サニーことステファン・オバヤン・サンデーは、ナイジェリアのサッカー選手。ナイジェリア・ラゴス出身。パフォス FC 所属。ポジションはミッドフィールダー。ナイジェリアのサッカークラブである FC エベデーで、そのキャリアをスタートさせる。2003年、仲介人に騙され所属チームのあてがないままベルギー、フランスと渡り歩き、スペインに到着、不法移民となる。4年夏。 移民チームの一員として、ラージョ・バジェカーのフベニールとの練習試合に出場。その試合を見ていた代理人に声をかけられ、ポリエ・ヒドのテストを受ける。見事合格し、5年契約を結んだ。背番号は24。1年目からトップチームの試合にも出場し、前後して正式な移民となっている。ポリエ・ヒドでの活躍に対して、マンチェスター・ユナイテッド FC、 リバプール FC、SSC ナポリ、レアルマドリード、レアルベティス、デポルティボラコルーニャ、バレンシア CAF、セルタデビーゴといった欧州のクラブが注目したが、最終的にバレンシアを選び、2007年8月に移籍金180万ユーロでバレンシアに加入した。バレンシアの一員となれたのは、これまでのサッカー人生で最高の思い出と語っている。 2008から09シーズンは CA をさすなえ、2009から10シーズンはレアルベティスへレンタル移籍した。2011年1月19日、CD、ヌマンシアにレンタル移籍した。2013年7月30日、ブネーサフニン FC に移籍した。2014年1月3日、PFCX カソフィアに移籍した。2015年、アランヤスポールに移籍した。 2016年1月21日、レアルソルトレークに移籍した。2007年2月、スペイン国籍を取得。ナイジェリア出身の移民として、ナイジェリア代表と、スペイン代表のどちらでもプレーすることが可能であるが、UEFAU-19 欧州選手権2006には U-19 スペイン代表として、U-20 ワールドカップには、 u ス20スペイン代表として参加している。2010年9月アフリカネーションズカップ2012予選のギニア代表戦でナイジェリア代表から初招集を受け初出場した。家族はナイジェリアで貧しく農業を営んでおりポリエヒドでの初任給は全額家族に送金した。現在も給料の半分を家族へ仕送りしている。また、 同国で困窮にあえぐ人々に服などを送って援助している。さらには不法移民としてマドリードに到着した際に同じ不法移民たちに助けてもらった恩義から彼らにも服や現金を送るなどの援助をしている。したがって彼の預金口座は常に残高例である。ありがとうございます。